平将門と会見する秀里。江戸時代成立のおとぎ創始、俵東田物語では、京王の席で、将門が袴に飯をこぼし、それを無造作に払いのける軽率さを見て、秀里は将門を撃つ決意を固めたとされる。月岡義俊が、第二本名将喚により、藤原秀里は、平安時代中期の貴族、豪族、武将。下付大城。 藤原村尾の子。別名、田原東田。室町時代に、田原東田絵巻が完成し、大見三上山の向かで大事の伝説で有名。元は下助城であったが、下野正門追悼の功により、十四位下に上り、下野蔵二カ国の国主と、陳府将軍に助せられ、勢力を拡大。現時、兵士と並ぶ武家の唐領として、 多くの家系を排出し、近代に、聖二位を追造された。尊卑文脈などの系図から、一般に、藤原北家御名流とされる。しかし、大田良などによる、下付国史政教の土豪、鳥取氏が、藤原氏に仕えてその系譜を犯したという説もあり、古代から、在庁官人を務めた、秀里の母方の姓を名乗ったとする説もあるが、定かではない。 この警府り防説では、豊沢の父とされる、富士聖の警府上での位置づけが不安定であること、魚名から秀里までのわずか5代で200年が、経過していることが不信とされている。一方、鳥取市が、下谷国であり勢であったと見られないことから、鳥取市出自説への疑問も呈されている。この説によれば、下野国では、藤原氏が放災したカス神やカ島神の祭祀が、 ほとんど見られず、藤原聖を、京深狩ボーとする見方と同様である。しかし、秀里ゆかりの神社と光栄の諸子が放祭した神社は、大名討の命とその眷属神やけのうの演奏を祀る、下野国造の放祭者と重なるものが多いことから、豊沢を、下野市光営、特に、下野川内や村医一大の光栄の出とする方が、自然であるとされる。 タワラ・田,田という名乗りの書室は、今弱物語集巻二十五、平これ持ち藤原書人を罰つつ語第語であり、秀里の同時代資料に、タ原ラ・田の名乗りは見つかっていない。由来には、相模国揺るぎ軍タ原ラを、苗字の地としていたことによるとする説、幼児に、山城国近郊のタ原ラに住んでいた伝説に求める。 説、大御国来る元軍田原里に出自した伝説に求める説など複数ある。少年は、不祥とされるが、田原族府によると、官票を三年とされる。いずれにせよ、まさかど討伐の時には、かなりの高齢だったと言われている。秀里とは下野国の在庁官人として、勢力を保持していたが、演技16年隣国上の国外の反対闘争に、加担連座し、 一族十七名と共に流罪とされた。しかし、王信子孫であり、かつ、秀里の武勇が、流罪の執行を不可能としたためか福命した様子は、見受けられない。さらにその二年後の延長七年には、乱行の角で、下付国がより、追悼官府を出されている。東卓山に城を築いた。天行二年、平野正門が兵を挙げて、 関東八カ国を制圧すると、おいである、平貞森、藤原ためと連合し、翌天行三年二月、正門の本拠地である、下佐国佐島軍を襲いらぬ平定。この時、秀里は、宇都宮大明神で授かった霊剣を持って、正門を討ったと言われている。また、この時に、秀里が着用したとの伝承があるかと、三十八星かと、 が現在、宇都宮ふたら山の上社に伝わっている。複数の歴史学者は、平定直前に、下付条件を欧領氏に任せられたと推察している。この項により、同年3月、14人下に除され、11月に下谷国の国史である、下野守に任じられた。さらに、武蔵国の国史である、武蔵守、及び、珠不将軍も兼任した。 正門を撃つという対抗を挙げながらも、それ以降は資料にほとんど名前が見られなくなる。没年は、田原俗府によると、省略2年9月25日に101歳で亡くなったとされるが、経図産業によると、天徳2年2月17日に亡くなったとされる。瀬田のカラハシにあるムカデ大事伝説の記念日、藤原秀里のムカデ大事。中央に龍女、左は、 藤原宿根、ね。勝川春亭が。1815年頃、田原東大物語に見えるムカデ大事伝説は、おおよそ次のようなあらすじである。琵琶湖のそばの大見国瀬田の唐橋に、オロチが横たわり、人々は、恐れて橋を渡れなくなったが、そこを通りかかった、田原東大は、臆することなく、オロチを踏みつけて渡ってしまった。 大蛇は人に姿を変え、一族が、三上さんのムカデに苦しめられていると訴え、東田を見込んで百足退治を懇願した。東田は号泣をつがえていかけたが、一の矢、二の矢は跳ね返されて通用せず、三本目の矢につばを、つけているとい予想し、ムカデを倒した。例として、米の尽きることのない俵や使っても尽きることのない、巻き犬などの宝物を贈られた。 竜宮にも招かれ、尺道の釣り金も追贈され、これを三井寺に奉納した。タワラ・田のムカデ大治の説話の書室は、太平記15巻と言われる。しかし、タワラ・田物語の古絵巻の方が、早期に成立した可能性もあるという意見もある。おとぎ創始系の絵巻や半本書集の、タワラ・田物語に伝わり、説話は、さらに広まった。大蛇の化身と、 竜宮音偽造氏では、助けを求めたオロチは、琵琶湖に通じる竜宮に住むもので、女性の姿に化身して、トー田の前に現れる。そしてムカデ退治が成就した後に、トー田を竜宮に招待する。ところが、太平記では、オロチは、小男の姿でまみえて、早々に、ー田を竜宮に連れて行き、そこで、ムカデが出現するとトー田が退治するという展開になっている。 ムカデムカデは、太平記では、三上さんでなく、平さんを住み所とする。ムカデが襲ってきた時、それは松明、松松がに、三千本も連なって動いているかのようだと、形容されているが、三上さんを七間半する長さだったという記述が、大見落ちし略に見える。唾をつけた矢を放つ時、おとぎ造史では、 やわたがに記念しており、いとめた後もムカデを、ズタズタに切り捨てた、とある。タワラ・トー物語では、リ女から、無人の絹、氷、ョウ、鍋を賜った後、リ宮に連れて行かれ、そこで、さらに金札の鎧やタチを授かる。時代が下ると、褒美の品目も十種に増える。そしてタチにも、チライアという合し、赤堀家主芸大の宝刀となったという記述が、 和歌に三歳図や、東海道名書図に見える。鎧が、平井や豪子、下屋国の佐野家に伝わったという異文が、宇治里記に見つかり、五釣りだが、平井氏と、室丸の二領が、竜宮の贈り物だったという、新井白石、本朝軍機構の記述と半ば合致する。鍋には、小葉や鍋、俵には、首血病という故障があったとする記載も見える。伊勢神宮には、 秀里が所有したと伝わる刀剣が二振り、奉納されている。一つは、ムカデ大臣に際して竜神から贈られたという伝来の、ある、毛抜き形立ちで、赤堀家茂大の宝刀だったものが、複数の手を当たり、伊勢に所蔵されることになったと説明される。もう一つは、ムカデギレの名で、8世紀の刀工、清期の作と伝わるが、14世紀頃の刀剣と、 鑑定されている。この他滋賀県畜部島にも、秀里奉納法と伝わる、毛抜き形た,たちが存在する。おとぎ草子タワラ・ト物語の下巻では、平野正門討伐が描かれる。また、竜人の助けで、平野正門の弱点を見破り、打ち取ることができたという。鎌倉初期成立の小辞団に、タワラ・トのムカデ退治と、 類似した、淡塚蛇の説話があり、これが現話でないかと考えられている。淡塚蛇という項の者が、金を入る鉄を求めて、出雲に向かうと暴風に見舞われ、こぎつけた謎の小アッパに拾われ海底の竜宮に、連れて行かれる、そして宿敵を射殺してくれと嘆願され、敵のおろちが剣族を引き連れてやってきたところを仕留め、褒美に得た金は巡り巡って、三井寺に収められた。 というあらすじである。また、ムカデは、鉄の鉱脈を表し、いることは、いることに通じるという若尾逸つの考察もある。土地伝説、秀デの本拠地であるゲア国には、日光山と赤城山の神仙の中で大ムカデに、姿を変えた赤城山の神を、猿丸大部が撃つという話があり、これが秀デに結びつけられたものと考えられる。また、類似した説話が、 下谷国宇都宮にもあり、田原東田が悪鬼、百目鬼を撃ったとされる。福島市の飯坂温泉にも、田原東田の伝承がある。福島市藩坂町は、忍佐藤氏の本拠地であり、藤原秀里の古戦常を始祖とすると言われる。欧州藤原氏の一族であり、あず鏡では、藤原秀平が勇敢な武将として、近親者である、佐藤つ信の 中心を、義経を守らせるため、月下が合わせている。内容としては、女に姿を変えたおのちの依頼で、田原等だが、大ムカでを退治し、沢来湯の北隣に新たに湧き出た泉で、荒い清め癒したという話である。秀里の子孫は中央である京都には進出しなかった。結果、関東中央部を支配する、武家諸子の祖となった。また京都でも、 部門の名家としておもんじられた結果、子孫は以下のような広範囲に分布した。秀里と平野正門にゆかりのある神社については平野正門関連寺社も参照。ありがとうございます。